おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回ね、ちょっとアンズちゃんが死ぬか死なないかのルート分岐がありそうっていうのが分かりまして、とりあえず生きてる方向で進めていこうとは思うんですけど、もしかしてこれいろんなキャラでそういう分岐ありますっていうところで、すごい怖くなっておりますじゃあね、早速ちょっと続きやっていこうと思います。で、どこ行けばいいんだ、こっち、あ、石碑の後ろに道が続いてる。あ、オッケーオッケーオッケー。移動ないなと思ってちょっと今不思議。お礼ポップアップさん、こんにちは。おお、なんだ、門のようなものが見えてきた。あ、これを見て思い出したけどさ、あれだよね、2章の後編の最後にさ、カンナちゃんが生存するルートでだけ、サラちゃんのお父さんが出てきたんだよね。それがどう関わってくるんだろうっていうのすごい気になってるんですけど、これを見て思い出したわ、なんか。室内なのか外なのか、わからなくなってくるね。とりあえずはここ、あ、なんか脇っちょにあるね。何かの紙が門に差し込まれている。絵のようなものが書いてあるな。ほう。これは、フロアマップ。ここに棺がありました。階段を登ってきて棺がありました。で、ここ門です。で、右がなんかプロレスっぽいところ、左がトイレ、左下はなんだこりゃ。なんかコインロッカーみたいなやつ。で、棺の下のところにあるのがなんかエレベーターっぽいね。で、右下は絵画とかがあるからなんか美術館っぽいかってところかな。気前がいいね。これまでそんなものもらったことないけど、よっぽど負けねえ自信があるみてえだな、ママのやつ。みんなちゃんとママって呼ぶの偉いね今カンナたちがいるのはどのあたりなんでしょうか。うん、まあここのね、門みたいなところだろうね。マップを見る限りだと私たちは今この場所にいるようですね。それにしてもヤバそうな部屋ばっかぜよ。でもこれで移動するときに迷いません。プラスに考えましょう、キュー太郎さん。そうやな、これで移動できるようになるのかな。フロアマップを手に入れた、ありがてー。で、まずこれは、大きな門は固く閉ざされている。この中にママがいるのかな。鍵でもかかっているのか。これなんて書いてあるの。死者が揃えば宴は始まると書かれている。宴、はあ。黄色い柱には電気が流れている。飛び越えることもできないな。はあ、はあははあ、他は調べられそうなところはないね。じゃあ別の場所行ってみようか。じゃあ次はトイレ。なんだろうね、ここ。あ、トイレじゃないの。トイレじゃねえのランマル君となんかちょっと気が合うかもしれない。なんか怪しいにゃん、入るの嫌だわ。へえ、我慢は体に毒だよ。あ、でも私たちはもう行かなくていいから楽だね。うわ、反応しづらいこと言うなぜよ、気まずいがや。あ、じゃあちょっと移動する前にセーブしてから入ろうか。で、5番はセーブしちゃいけないので6番。じゃあ入ってみますか。ドアは固くと、あれ入れないんかい。あ、開かないぜよ。え、そんなの困ります。人間様は大変だね。ああ、そうだね、トイレ我慢できなくなった時どうすんだろう。ってか今までどこでトイレしてたんだろう。あれトイレあったんかな、2階とか3階のフロアに。で、これは手つないでんな。札には人間のようなマークが書いてある。トイレなのかな。男女じゃないと入れないとか、手をつないでないと入れない部屋とかなんじゃないのかな。ずっとこの中では手を繋いでいましょうね、みたいな。ペアじゃないと入りません、みたいな感じの部屋なんじゃない？じゃあプロレス、行こう。ほう。ここは。どうしたんですか？俺が昔いたジムに似てる。偶然かにゃん。さあな。けど、また怪物と戦わせるつもりなら受けてやるぜ。ここでなら怠慢でも負ける気しねえ。ボクサーの血が騒ぐって感じかい。俺は破壊のオープンカーと癒やされてたからな。破壊のオープンカー？それって怖いのか怖くないのかよくわかんないな。
何その異名、いじめられてたの？どういうことだ。うん、なんでもない。ほら探索しよう。破壊のオープンカーね。なんか別に怖くもなさそうだけどね。カラフルなロープが張り巡らされている。うちのジムはこんな派手じゃなかったな。うん。周りは？窓ぐらいの大きさの穴が開いている。穴の先は真っ暗で何も見えない。こっちもかな。ここ以外は多分調べられなさそう。四隅にはコーナーポストがある。内側から光ってるように見える。ほうほう、ここだけ光ってないね。他と違ってこれだけ黒いな。そうね。じゃあこれは奥に進めるのかな。向こうに通路が広がっている。どうしようか。通路へ行く、やめる。通路行こう。わお、な、通路が、 おい、入り口も消えちまったぜよ。閉じ込められたのか。何か始まる。みんな気をつけて。いいぜ、ぶっ飛ばしてやる。うお、電気が。壁の方から何か聞こえます。みんな一度台の上に乗るんだ。え？うわ、何これ。マグマか。なんなんだこれ。あ、なんか出てるね。この黒いやつのとこからピョイって、窓のようなところから液体が。マグマだわ。僕たち溶かされちゃうにゃ。ふざけやがって。怪物が来るんじゃねえのかよ。こんなの一体どうしたら。あ、なんか包丁みたいなの落ちてる。得意分野だね、サラちゃん。え？ほら、部屋を見渡して。あ、相棒能力使えます？君の鋭い目で怪しい部分を指摘するんだ。部屋の怪しい部分を。あとは、おまわりさんたちが手と足となって仕掛けを解いていくよ。わかりました。やってみます。オッケーオッケー。なるほどなるほど。まずセーブしたいね。こういう風に今回は進めていくんだね。リングの下には大きな勢いで液体が流れ込んでいる。はいはいはい。どうしようか。セーブしましょう。へい。で、まずこれ調べたいけど、これは調べられ、あ、地面に不思議な影ができている。なんだこの影。天井に何かあるのか。調べよう。影ができているってことは電灯を何かが遮っているはずだ。天井をよく見てみよう。お、来た来た。天井にナイフが貼り付けてある。ほんとだ、落ちてきたら危ないよ。罠かな。むしろ仕掛けを解くのに必要なんじゃねえか。その可能性はあります。でも九太郎さんの身長でも届きそうにないです。誰か策はねえぜよ。お、増えたね。水かさは少しずつ増している。くそ、どんどん増えていく。どうすりゃいいんだ。これも調べる必要あると思うけど、どうでしょう。はい、白い線のようなものがある。これはコード。左奥のポストとつながっている。調べようか。なんだ、左奥のポストにだけ電源コードのようなものがついてる。なあ、何か見つかったか。ちょうどいい、ランマル。そこの電源を調べてみてくれ。ありがとう、ランマル。うわ、ポストが光ったぞ。そうか、中から光で照らされてるんだ。他のポストも同じように光ってるよな。なんか怪しいぜ、これ。確かに。よし、このポストもう少し調べてやるよ、サラ。その間に解決策を頼んだぜ。オッケー、ランマルサンキュー。水かさは少しずつ増している。大丈夫、サラちゃんならきっと部屋の仕掛けを解けるはずだ。怪しいと思うところを指摘してほしい。みんなを動かすのはサラちゃんだけだからさ。オッケー。そうだ、ここはボクシングリングだろ。俺らで殴り合ってみたら仕掛けが解けるんじゃねえか。いや、これはちょっと採用しません。で、天井のナイフなら私が靴をぶつけて叩き落としてあげるよ。なるほど。で、おまわりさんは？天井のナイフね。ロープの反動を使ってジャンプすれば届くかも。ああ、なるほど。で、そうだにゃ。床板をよく調べてみるわ。なるほど。靴をぶつけて叩き落としてあげる。
ロープの反動を使ってジャンプすれば届くかも。ちょっと刑事さんの意見採用してみる？ちょっと待って、ランマル君は？サラ、左奥のポストにスイッチがついてるぞ。押してみるか。押してみる。あ、なるほど。ちょっと待って、どうしようかな。じゃあ、刑事さん行こう。行ける？どう？よっと。うまく取れたよ、ナイフ。いやー、サンキュー！本当に今の方法で取れたんですか？やるじゃねえか。この大して弾力ねえロープであんなに飛ぶなんてよ。そうなの？先入観で弾むもんだと思ってたよ。あとはそのナイフを何に使うかって話だよな。何かひらめかないと。サラちゃんが見つけてくれた貴重な道具だし、ね。おっと！液体はステージの上まで溢れそうだ。水位が上がった。まずいな。どうしよう。怖い。セーブしたい。さあ、どうするかだけど。ポストがある。ポストにスイッチがついてるから押してみるおい。ちょっと一回やってみようか。頼んだ。どう、オラマル。どうやら、スイッチを押せば、ポストの色を変えることができるみたいだ。何色に変えてもらおうか。わかったわかった。黄色の線が出てるから、左奥のポストは黄色に変えてもらえばいいんだな。この色でいいかな。はい、いいよ。ありがとう、ランマル。それでいい。了解。水かさは少しずつ増している。くそが、どうしようもねえぞ、これ。こっちは？左手前にはコーナーポストがある。特別怪しいようには見えないけど、調べよう。あ、そうなの？きっと部屋の中に仕掛けを解くヒントはあるんだ。あ、床板をよく調べてみるワンかな。そうだね、多分。押してみるか、これはいい。床板を調べてみてほしい。頼んだ。にゃん、ワン、にゃん。ねえ、姉ちゃんごめんな。床板そのものは普通だったわ。細工なしか。どうする？まずいな。液体はついにステージの上まで溢れ出した。いやあ、足元まで来てるわ。どうしよう。カラフルな。触って調べてみようかな。特別怪しいようには見え、ちょっと待って、助けて！助けて！わかんない。ちょっと待って、死んじゃうよみんな。どうしよう。わからん。カラフルなロープも調べてみる？色の違うロープは仕掛けのヒントなんだろうか。しっかり触って調べてみよう。どう？サラちゃん、頼んだ。このロープ、柔らかいロープと硬いロープがある。2種類の硬さのロープがあるな。どうしては？そこまではわからない。中身、何か入ってるんじゃないかな。それじゃあ、ロープを破いて中身を見てみますか？あ、そのためにナイフを使うってこと？だが、硬い方のロープは刃物を使っても切れないと思う。柔らかい方のロープだけでも切ってみてもいいかもしれませんね。何か道具があれば可能だな。いやー、まずい。もう後がないほど液体が溢れ返ってる。これ以上はまずい。決めてくれ、サラさん。ちょっと多分あと1回じゃ無理だよ。柔らかいロープだけなら、私がナイフで食パンみたいに切ってあげちゃうよ。頼むけど、ちょっと多分、やばい。あ、切れた。バッチリスライスしちゃったよ、サラちゃん。マイペースに見えて仕事が早いな。あれ、四隅のポストに色がついた。これでいける？どうやら、ロープ自体が電源コードだったんだな。邪魔なコードを切ったおかげで正しい色が点灯したんだ。よくわかんない。どういうこと？多分謎解きの答えに近づいたってことさ。その通りだ。このポストは謎解きの仕掛け。色にこそ答えが隠されている。これでもう終わりじゃない？どう？どうですか？あれ？終わり？ああ、よかったー。死んだかと思ったわ。多分結構ギリギリだったんじゃないかな。謎が
解けたのか。お手柄だね、サラちゃん。みんな無事でよ。あれ、ひなこちゃんは？まさか。いるけど。脅かすなよ。離れすぎたら首輪が爆発するんだぜ。そこまで警戒することもないだろう。首輪のペアリングは隣の部屋まで有効だからね。あ、早坂さん、ありがとう、教えてくれて。なあ、いつそんなこと聞いたよ。あれ、ママに聞かなかったかい？ちょっといいかな。どうも君たちは持ってる情報に差がある気がするよね。え、そういえば。なんでだ、一緒にママから話を聞いたのに。聞いた情報とその前にプログラムされた記憶があるのかも。共通の情報と特別な情報がそれぞれ別にね。特別な情報。マジかよ、お前ら隠すんじゃねえ、教えろ。いや、どれが特別な情報かわかんねえもん。そう、今は知らないふりするのが一番だよ。それぞれ生かす価値ができた、そういうことでしょ、サラ先輩。価値で考えてない、その通りだ。それはどうかな。ん？いや、価値で考えてないけどね。私たちは生かす価値とかそんな打算的な目でひな子たちを見てないよ。同じ被害者じゃないか。人間とか人形とか関係なく。へえ、かっこいいね、お前のご主人様は。あの、そろそろ次の部屋に行きませんか？あまり休んでいられる時間もねえしな。行くか。あ、行くか。じゃあセーブしましょう。いや、よかった、怖かった。多分あと一歩遅かったら終わってたよね。時間はまだあるね。もうちょっとだけ進めましょうか。じゃあ奥の部屋行こうかな。どうしようか、通路行く。わお、怖い。いや、もう最悪。趣味悪。はぁ、もう嫌。嫌だわ。本当に。なんだこの、ちょっと、北総エンデルママの顔は。いや、ジョー君、ジョー君もいる。ちょっと待って。全員のこう、被害を受けた時のこの写真たちとか飾ってるのマジで最悪。でもなんか、ソウ君は笑顔じゃない？なんで？どういうこと？次から次へと。悪趣味だね。最悪や。これって、これあれか、カンナちゃんのお姉ちゃんや。ちょっと調べんの嫌。これは？調べられない。これは？一部だけ色の塗られていない絵画がある。塗り絵のような境界線が見えるな。うん。いやー、嫌すぎ。ちょっとこれは？これ？地面に突っ伏したとても痛々しい絵がある。これ誰だろう？これは？血だまりに倒れ込む女性の絵がある。あ！これあれだな。多分笹原めぐみだな。なんだか見覚えがあるような。これは？手からおびただしく血が流れている絵がある。ママの絵が飾ってある。うわ！びっくりした！ドキーンっていう音と今普通に家からガタンっていう音がした。怖かった。絵じゃないよ。ママ！調子はどうだい？誰か死んだ？これは、また人工知能かな。違うよ。ただのテレビ通話さ。すべてのフロアを僕は監視してるんだ。卑怯じゃねえか！出てこいよ！兄に似てバカだな、レコさんは。僕だって勝ちたいんだからさ。てめえ、マジ頭に来たぜ。それより、何か用ですか？ああ、そうそう。君たちにアドバイスしようと思ってね。そろそろみんなには、知ってほしいんだ。何をだよ！すべてさ。僕との失われた思い出や、アスナロが、君たちを殺し合わせる理由もね。やっぱりか、アスナロが殺し合わせてるんだな。
あれでしょ？九太郎さんが通ってた孤児院でしょ？みんなそこの孤児院出身なんじゃないかって思ってるんだけど、違うのかな？じゃあさっさと言いやがれ！納得のいく説明をな！それを僕から言うのはもったいないよ。やい、どっちだわん！言わなかったっけ？君たちの手で突き止めろって。大丈夫。ヒントは用意したんだ。フロア内に君たちにとって思い出深い場所をいくつか作ってある。大事なのは過去を知ることさ。ああ、そうそう。今回の人殺しゲーム、もちろん時間制限もあるから。にゃー！リミットは、ダミーズの電池が切れるまで。いわゆる寿命ってやつだね。ずーん、寿命があるんだ。それは何時間持つんだ。切れたら我々の命は。期待してるよ。頑張ったね。まずでよ。絵画はピクリとも反応しなくなった。くそ、舐めやがって。けど、これで確定したね。おまわりさんたちを誘拐した組織は、アスナロだ。アスナロ。なんかさ、前言ってたけど天国事件とかあったじゃん。それとちょっとアスナロが関わりあったりするんじゃないかってちょっと思ってるんだけどさ、どうなんだろう。俺の言ってた孤児院もアスナロって名前だったぜよ。やっぱり関係があるかじゃ。どうかな。不審な点はなかった？わかんねえ。本当にみんな親切だったんじゃ。本当に。考えたくない。周りのいい人たちがみんなこのデスゲームに関わっているかもしれないなんて。探しましょう。このフロアのどこかにヒントがあるんです。そうだね。悩むより行動か。カンナも知りたいんです。ママさんは、ソウさんの知り合いみたいですから。そうだな。いや、そうね。サラちゃんのお父さんもアスナロの一員だったりするってことなのかね。いや、謎はまだまだありますけど、ちょっとここの部屋調べ終わったら今回はこれで終わろうかなと思うんで、ちょっと調べましょうかね。処刑台の絵がある。これは、私やカンナが最初の試練で受けた仕掛けと同じだ。違うよ、カンナちゃん。おいで。はい。いや、そうだよ。これはカンナちゃんのお姉ちゃんじゃないよ、多分。いやー、ジョー君いるな。ジョーの絵がある。サラちゃん、見ちゃダメだ。大丈夫です。私は、もうこんなものに惑わされたりしません。それでも、見てほしくないんだ。いや、そうよね。満面の笑みのソウさんの絵がある。ソウさん。なんでしょうね、この絵。カンナ。カンナも、こんな顔、見てみたかったな。うわー、見てみたかったよ、私も。カンナちゃん。カンナちゃんが一番ソウさんのこと大事にしてたと思うよ、本当に。どこかの風景の絵がある。他は別に調べられそうなとこはないかな。じゃあ、今回は、この辺調べたらなんか始まっちゃうかもしれないんで、これで終わろうかなと思います。あ、これも調べてないかな？どこかの風景。うんうん。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次回、この椅子とか通路、他の通路を調べるところからね、やっていこうかなと思います。では、また次回。おつぴよでーす。